仕事始まる前にちょっとコーヒー飲んで筋トレちょっとやって、2日前かな3日前やったかな、部屋の構図じゃないや、あの家具の配置をちょっと変えていました。ここ犬の絵は壁にかけて、テーブルにあるのはそのまんまで、これをこっちに移動させた。아무튼지금부터간단하게운동을하고챙겨먹고아침부터오늘비가오는것같은데어비오네훔쳐이거는근데웨이트라고도하기가좀그런게 3kg 거든요난 3kg 도두개들면은좀빡셔너무근육이없어가지고어제새로운동복을하나샀거든요그래서새걸로좀갈아입고운동을하겠습니다아무도마스크는없네 카메라 배터리가 없어가지고 잠깐 아이폰 기본 카메라로 찍는데 잘 나오려나? 근데 약간 特にね、理由もないけど、ほっぺたがすぐ赤くなったりとかして、暑いくもないのに、なんでやろ?근데、생각해보니까、화장해도어차피마스크쓸거잖아。소용이없네?오늘저녁을뭘먹을까요?밖에나가서먹을건데뭘먹는게좋을까요?레몬녹차아또아레모定期券ないからチャージしないといけない日本ってさあの電車代本当は高いじゃん韓国と比べて2、3倍ぐらいあるから3倍定期ないと本当にダメ오늘날씨가어떻게되려나오늘18도괜찮네화장은대충다했으니까얼른나갔다오도록하겠습니다
완전히 없는 건 아니고 평소보다는 좀 적은 정도? 自己申告制で書いてもらって点数化したものになるんですけれども、点数が53点っていうことで、だと打つ用の方のそういった点数になってるんで、やっぱりちょっと症状としてはストレスとかなくて打つの症状がない方に比べるとかなり高くなってるかなっていう印象ですね。お薬ももちろん大切な治療なんですけれども、光を浴びたらね効果があるって言われているんで、今コロナで自宅勤務になって3週間ぶりの外出だったんで、ずっと家にいると本当にちょっとまた調子が悪くなるような。さんの場合は本当にこうやっぱりちょっと外へ出るっていうことがすごく大切だから、ちょっとずっと家にいたらやっぱり、ね、良くないんで、勤務は結構まあ休憩時間とか全然ない感じ。いや結構時間的には余裕があるんですけど、その業務量も多くなくて、まあ、自由っちゃ自由なんですけど、でもずっと家にいるっていうのが多分なんか仕事と休憩の警戒も曖昧で、なんかよく寝れないのもあって、一応寝れるのは寝れるんです、薬飲むんで。でも 4,5 時間で起きちゃうんですよ。 4,5 時間で起きちゃう、はい。飲み出したらやっぱりこう睡眠違うことないですか？若干違うような、でも1時間ぐらいはもっと寝れるような気もするんですけど、それ薬のせいかどうか分かんないですけど、一応睡眠薬を新たに足すっていうよりも、その抗うつ薬を適宜こう付け加えるっていう形でね、調整してもらえればと思うんで、まあでもなるべくそういうね外へ出る時間をね、特に朝とかそういうのちょっと増やしてください。わかりました。じゃあ次回19日の집이 제일 편한 것 같아. 근데 오늘 나가서 보니까 평소보다 확실히 사람은 적었어요. 확실히 사람은 적고 마스크는 대부분 하고 있는데 안 한 사람도 한두 명 보이기는 하긴 했어요. 대부분 좀 나이 드신 할아버지였던 것 같아. 마스크 안 한 사람도. 아 그리고 오늘 점심을 먹으려고 여기저기 좀 찾아보고 했는데 프랜차이즈도 스타벅스도 다 닫았고 편의점 빼고는 거의 다 문을 닫아가지고 겨우겨우 열린 데 하나 가가지고 밥을 먹긴 했는데 전부 휴업. 진짜 회사 많은 지역 쪽에 거기는 전멸이었어요. 진짜 코로나를 확실히 피부로 느끼는 그런 경험을 한 것 같아. 다 닫았어. 죄다 닫았어. 네, 라이슈 맞다 시고도 있고 마데 있어야 소도 되나. 家でゆっくりした方がいい。楽、こっちの方が楽。全然씻고빨리。まあ、いつ잘래。씻고편집하고。자겠어요。